次に来てほしいのは村の用心棒。グロッタの町に覆面レスラーなら、クワもやったし、用心棒にぴったりだと思うわ。特徴っていうかもう、そのものズバリ言っとるよね。これまでのあらすじ。過ぎ去りし時を求めたアイナは、魔王の剣と共に過去のゼーランダイマへと戻る。アイナは仲間たちと命の大樹へ向かい、ホメロスに襲われるが、魔王の剣を使うことでホメロスに倒されるという運命を回避する。そして、宿営に招かれたデカダル城で、王の正体が魔導士ウルノガとしたアイナは、自らの運命を狂わせた元凶とついに剣を交える。一行がウルノガを倒すと、本物の王は意識を取り戻し、マルティナは16年ぶりにデルカダール王と再会した。アイナは本物の王から勇者の称号を授けられ、一行はロトゼタチアが救われた幸せを喜ぶ。しかし、その時勇者の星が落ちるという異変が起こり、アイナたちはグレイグを新たな仲間に加え、落ちた勇者の星について調べる旅に出るのであった。ほいということで今回もやっていきたいと思います。何か悩み事？へえ、すげえな。勇者のやつがデルカダール城に来たらしい。俺も一目会ってみたいもんだぜ。いや、私です。目の前にいますねえ。そんなちゃんと見てよ。何、似顔絵とか写真とか貼ってないの？なんだなんだ、お見送り、もしかして違う違うのか。あ、馬や、久々、どうもどうも。さあ、ここからまた旅立つのね。なんか勝手に馬に乗ってどっか行ったんやけど。何、どこに向かうの？見える？あ、え、落ちてないやん、あるやん。なんて大きさなの。様子を見てこいとは言われたが、こいつはぶっ飛ばけたな。何なんだよ、あの黒い物体は。表面からマグマがしい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放っては受けないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。何を思ってるの。勇者よ、お困りのようじゃな。何、誰ん、誰、え、生きていたのか、ウルノウが。え、何、遡ってきた。このわしがウルノウがとな。そうか、お主らにはわしがウルノウがに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。え？預言者？めっちゃ久々やん。預言者だと？わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえ、この姿では落ち着かんじゃろう。あ、お久しぶりです。なんでウルノーガに見えたんやろ。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だぞ。なんだそりゃ。伝説の笛の音が彼の地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さあ行くがよい。まあ周りはみんなわからんみたいやけど、私はわかるよ。ケトスに乗って神の民の里に行けってことよね。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし。アイナ、何か心当たりある？あるよ。ふん、他に当てもないし試しに吹いてみれば。お、ケトス来る。ちょうど広々とした場所やけんね。お、ひっそびさーケトス。来た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 。お久々やね。みんなには初めてなんかな。クジラが空を飛ぶですって。あれが神の使いケトスなのでしょうか。あんまり驚いてないのね。預言者に会ったのも空飛ぶクジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。ん？
向こうの時間軸で預言者に会ったのって滅んだ後や。あ、そっか、滅んだ後か。滅んだ後で、そっか、預言者に会ってそこから復活したんか。あ、なるほどね。あ、で、その後で海底王国が滅んだんか。あ、なるほど。そうか、そうか、そうか。まあいいわ。私たちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう。いいな。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。あっちに船が。さあ、これでまたケトスに乗れるようになったわけやね。さあ、ケトスに乗れるようになったのは別にいいんやけどさ。いや、いいんやけどさ。ちょ、待って。いいんやけどさ、とりあえず、なんなの、まだいけないんすか。まだ石の村にはいけないんすかね。ねえ、あれ、デルカダール城かな。ってことはこの辺、ナップガーナ密林。とりあえずさ、なんかケトスに乗ったら自動的に、なんか触ってなくても自動的に進んでいかれるのがめちゃくちゃ嫌なんだけど。さあ、石の村へ。あ、次こそちゃんと行けるね。そろそろ戻ったかな。ここは石の村だよ。ってなんだ、ああいうのじゃないか。見てくれよ、この村のありさまを。頑張って村を立て直して、またここは石の村だよって言えるようにしていかないとな。いやー、やっぱなんか石の村はね、デルカダール城であんだけ、まあエマだとかお母さんだとかすごい笑顔やったけど、やっぱめちゃくちゃさびれてんな。見てよアイナ、うちの家がめちゃくちゃだよ。兵士のやつらひどいことするよな。どこの家もこんな感じでさ。ベルラおばさんのとこはエマ姉ちゃんが村長に頼まれて手伝いに行ってるんだよ。あ、マジで。あ、てかピンクの丸があるね。なんかあるんかな。確かに村は焼け落ちたけど、私たちはみんな生きてるんだもの。何回だってやり直せばいいのよ。あんたが育ったこの村の人たちはね、みんな諦めが悪くてしぶといの。絶対にへこたれたりしないんだから。おお、それでこそ石の村のみんな。あ、帰ってきとる、帰ってきとる。お帰りアイナ。もしかして私たちの様子を心配して見に来てくれたの。さすがに丸焼けになった石の村を見た時は、私も村のみんなも随分と落ち込んじゃったわ。だけどいつまでも落ち込んでばかりじゃ何も始まらないし、みんなで力を合わせて村を復興させようって頑張ってるの。とはいえ、村の人だけじゃ人手が足りなくて、手伝ってくれる人を募集してるんだけど、なかなか集まらなくて困ってるのよ。あー、そうだわ。いいこと思いついた。ねえねえ、あなたなら世界中のあちこちに知り合いってたくさんいるはずよね。あいな、あなたの知り合いから石の村の復興を手伝ってくれる人を探して、村まで来てくれるよう頼んでみてくれない？いや、別にいいけど。やった、ありがとう。それじゃあ村に来てほしい人のこと、詳しく教えるね。かわいいな。まずは復興に必要なものを調達してくれる商人さんが必要ね。デルカダールの大商人、デクさんみたいな人がいれば心強いな。ま、要はデクを連れてくればいいってことかな。次に来てほしいのは村の用心棒。グロッタの町にいる覆面レスラーなら、こわもったし、用心棒にぴったりだと思うわ。特徴っていうか、もうそのものズバリ言っとるよね。それから物知りない人がいると助かるわ。ホムラの里に凄腕の情報屋さんがいるみたいだから、声をかけてみてくれる？あー、ルパスかな。最後は村のマスコットキャラクター。雪国の森にいるらしい、ゆるい感じの聖獣に、なんとか協力をお願いできないかな。雪国の森？ゆるい感じの聖獣？何、ゆるい感じの聖獣って、モンスター？雪国の森？雪国の森？そういう人たちを旅先で見つけたら、声をかけてみて。全員が村に来てくれれば、きっと石の村は復興できると思うの。ふんふん。そういう人たちっていうか、その人たちね。お帰りアイナ。よく無事に戻ってきたね。母さん、それだけで嬉しいよ。ご覧のありさまだけど、ベッドだけならなんとか無事だよ。疲れたでしょ？休んでおいき。まあ、ということは、まず、デルカダールのデクに声をかけに行こうか。おはよう、朝だよ、アイナや。さあ、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないよ。本当に朝？夕方になってない？はい、じゃあデルカダールに向かいます。めっちゃ事細かに伝えられたけんね。デクは一体どこにおるんかな？ん？あれか？これは別人？
え、別人やね。おや、イエス様じゃないか。お城の方が騒がしかったようだけど、何かあったのかい？あったよ。なんだって？王様に魔物が取り付いていた？え、みんなに広まったんじゃなかったの？違うの？城の中だけ？面白い冗談だね。ずっとお城にいるデルカダール王にいつ魔物が取り付くって言うんだい。16年前だよ。さあ、デク、デク、どこだ？お城の中かな？違うんかな？もっと別のとこ？あ、デクの店があるんか。デクの店、デクの、ここか？ん？ここじゃない、こっち？あ、違う、あっちか。上がって右側か。あ、なるほどね。ん？誰あれ？これ何？誰？ああ、お助けください、勇士様。夫のデクが物にさらわれてしまったのです。こうなっては頼れるのはあなた様だけ。マジで？夫は医師の村にあるという神の岩の方へ連れて行かれました。お願い、無事でいてあなた。待って、行き違い。神の岩？ちょ、待って。神の岩。医師の村。はあ。めっちゃ遠くに連れて行かれたんよね。神の岩ってことは、あっちか。遠いなぁ。遠いなぁ。ちょっと自転車移動みたいなのにしたいんやけど。それかもっと早く走れるようにしていただきたいんやけど。あ、ここになんか明かりが見えるけど、こっちかな。こっちじゃないな。こっちやね。で、こっちに行ったら、あ、頂上の方に出るんかな。はい、これで。あ、オリアン、デク襲われうる。ひー、誰か助けてよ。デク、あ、兄貴、もしかしてこれにさらわれてきたん？アイナ、デクのやつを助けるんだ。クッキー。そういえばなんかあれか、最初の頃もここにヘルコンドルおった？なんかおったような気がする、多分。え、ギラブレイド、待って、強い。や、やばい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 。え、待って、強い。怖い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 。いや、私以外のメンバー、私以外のメンバーダメすぎない？ちょっとこ、怖いんですけど。真っ先に神がやられるっていうね。いやー、せーにゃー。いや、待って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 、私以外死んだ。私以外死んだよ。ちょ、待って、私も体力やばいやん。待って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 。え、道具呪文ベホーマ、はい。え、普通にやばくないこれ。ちょ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 、とりあえずやっつけてしまおうか。ヘルコンドル相手に覇王山っていうのもあれやけど、でもほら、それでもやっつけれんもん。痛い。あ、てかもう、あれだわ。あ、ダメ。もうこれ以上攻撃してきたらダメ。あ、ダメ。まさかの。マジで？ここでヘルコンドルにやられる？あ、そっか、君ら追ったところで大丈夫なの？ちょっと。え、ダメじゃない？普通に。ちょ、待って、誰かさ、作戦外でさ、ちょっと誰か命令させろ。シルビアさんでいいかな。マルティナ、ロー、ちょ、ロー命令させて。あ、そう、ハッスルとかしよる場合じゃないんよね。てか、マジでみんな超弱いんですけど。いや、びっくりするぐらい弱いんですけど。あ、とりあえずさ、何、呪文じゃないね、道具。あ、復活させるやつないんやっけ。あー、こんだけしかない、マジか。マジか、こんだけしかないんか。ま、あ、ザウラルあるな。
ザオラルあるけど、とりあえずグレイグ、グレイグ復活させたのはいいんやけど、あーシルビアさん、シルビアさん、やばいってやばいって、違う、やばすぎない、ちょっと、ちょシルビアさん、え、ほんと普通にさ、 ありがとうベホエミ、え、ちょっと、ギラグレードはちょっとやばい、かなりやばい、あれ、ロージーちゃん防いだ、マジで素晴らしいやん、セクシービームとかしよる場合じゃないような気もするけど、え、てか強いって、マジで強いって、え、怖い、ちょっと待って、ちょ、グレイグを復活させるべきなの、誰を復活させるべきなのかわからない、え、生き返らんし、あー、そこで回復、回復までしないでよ、この連続マジできついんやけど、あー、全員死んだよ、ちょっと、あの、ザオラル、お願い、生き返って、あー、ダメや、終わったー、え、やばー、ヘルコンドルにやられるとかやば、最後に訪れた場所、はい、つら、やばすぎるんですけど、え、待って、みんなさ、みんなあれなの、武器がめちゃくちゃ弱いの、どうなのその辺、え、てかマジで強すぎないですか、ちょっと待って、ね、作戦、仲間、作戦、入れ替え、ちょ、強いメンバーにした方がよくない、強いメンバーなんかどうかもわからんけど、待って、あゆな、え、誰が強いの、全くわからんぞ、シルビアさん、グレイグ、カミュ、このメンバーやったらいいんかな、それが強いんかどうかも全くわからんけど、ん、こっち、どっちだ、合ってんのか、どこやこれは、あ、こっちや、こっち、く、上がれねえ、怖いよー、怖すぎるよー、どうも、おばちゃん、やばいっすね、てか一旦あれか、セーブしていった方がいいんかな、ここで、ちょ待って、え、ここ教会みたいなとこあった、あるね、一応、はい、それじゃあちょっと一旦ここでお祈りをしていこうということで、今回は、じゃあこの辺で終わりにしたいと、めっちゃ睨むやん。ちょ、やめて。見つめ合わないで。めっちゃ見る。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、やばいね。てか、え、普通にさ、一旦世界が滅びる前よりも強くね、みんな。え、やばくない？あの、なんとかなんとか、今日っていう頃よりも、今の、その、じゃの方が強くない？やばいね。え、レベルが。